ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりましたミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していき、料理との思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラココと南キラとアユとギリオことキサラギリオとサッチーこと音のサチと花民こと花瀬ミクの5人がお送りしてます。せーの、始まミルクセーキ大作戦。今日はりょうちゃんがお休みです。ピエちゃん、みんな元気にしてますか？はい、あのみんなに会わない間にね、キラは JK になりました。ミクは、ミクは頭がサイヤ人になりました。サイヤ人です。はい、というわけでこれをお聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 メールアドレスにじアットマーク 771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それでは一曲聴いてください。ミルクセーキでマイディスティニーション。せーの、天の声さん。
がまま。あ、来ない。あ、そういうことだね。あ、じゃあ進めよう、自分らで。はーい、今日は、つぶつぶの攻略法でしょうか。はーい。困らせたいと思ったのに困るどころか美味しい。違う、私つむつむの動画見たよ、あゆのなんかで、はあ、なんで見た、あ、メール、そう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 、そう、思いのほか今弱いの、まだ思いのほか、いやでももっとヘッポコだと思ってたから、あれは 1.5 倍速にしてるから早く見えてるように見えるだけで、そうなの、本当はめっちゃ遅いけど 1.5 倍速にしてるそうなの、じゃあさ 1.5 倍速でヘッポコだと思ったけどそれより良かったってことはさ、ちょ相当やばくない、相当やばくないあのピロッなんか消えたら、うん、消せた時と消せてない時の音のあるよ違いが、なんか消せた時はペロ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 みたいな、でも消せてないからペロ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 、できないの、手が震えるからあの2個できない、2個しかいけないすごいと思って見てたのに、うん、さて、はい、本日シチュエーショントークでございます、はい、本日ね、はい、4月でキラちゃん JK おめでとうございます、 JK おめでとう、無事 JK、 そんなね新学期も始まる4月ですから、はい、はい、本日はあゆちゃんいたらこと全員めっちゃさ、ゴムちぎれたゴムをさめっちゃ顔に近づけてくんのこの人、長崎だけじゃない、至らんことせんっていうの、わかんないです、ずっと使ってる、長崎だからわからない、え、長崎でもわかんない、いや、長崎だから、長崎だから長崎弁が取れてきてない、佐賀はわかる、佐賀はわかる、佐賀言うと思う、言うと思うかだ九州なんだ、そう、もうとりあえず至らんことはせんよ、うん、何やったっけ、そうで、新学期ですので、はい、はい、今日は、今日のシチュエーションはですね、新学期知ってる子がほぼいません、はい、クラスに、新しいクラス、ピエンマンジマンジマンジ、そして隣の席が隣の女の子とどうにかしてコミュニケーションを取ろうと、はい、仲良くなりたいと、はい、友達になりたいと、はい、そんなあなたどうやって話しかけますかっていうシチュエーションです、うん、女なんだ、なんか最近 女ばっかり、うん、最近って2回ぐらいじゃない、最近女ばっかり多分前回と今回ぐらいじゃない確かに男がいいな喋りたいな、あゆちゃんだけ男設定でいいね、うん、そして男設定、あゆちゃんだけ男、だからあゆは男子校に紛れた男の、え、それはあゆも男パラダイスみたいな、あゆも男になり、あ、いや違う、本当は女っぽいけど、それを隠して、そうそう、めんどくさい、それなんかちょっと待って、めんどくさいからそこから先にやろう、じゃあ、やだ、いつもみんながしてる間に考えてるのに、やだ、じゃあ女になるよ、私女かよ、あ、今静雄にならなきゃかなと思ってたの、じゃあいいや、どっちだよ、シズザブローで誰だよ、ちょっと待って、ダッセーって誰言ったのよ、今言ったの誰、キラ、ね、キラ、ダッセーって、ごめんね、仕方ないな、じゃあシズゴローにしてやるよ、シズザブローでもシズゴローも本名じゃないからいいけどさじゃあちょっと、え、でも待って、シズザブローって呼ばれるの嫌だザブローくんもしくはザブちゃんなんで初対面からもうなんかそっちに来るの、まあいいや、じゃあいいよ、シズザブで、じゃあシズザブね、シズザブ隣にいるから、はい、どうぞ、じゃあ行きますよ、アイちゃん、行きます、女の男、さあ、アイはどっち、女の男、女の男、でも隠してるよね、隠してるね、女っていうことを隠してなんか目立つわ、本当に頑張ろう、じゃあ行きます、3、2、1、スタート、カシカシカシコロコロ、あ、すいません、あのシズザブロさん消しゴムが落ちたので撮っていただけませんか、あ、はい、どうぞ、ありがとう、手が震える、あ、ごめんなさい、いや何をするの、初めて喋りたいの、うん、はい、どこ中、え、あ、船中、あ、そうなんだ、うん、俺君に夢中ちょっと待って、ごめん、ちょっと中断していい、ちょっと中断していい、分かんない、分かんない、ちょっと中断していい、待って、あのさ、ラブっていう設定なの、違うの、違うの、なんか自分で設定作りすぎて何をしないとって何か分かんなくなった、しかもさ、なんで手が触れるの、ね、友達になりたいんだよ、ね、おかしい、なんで友達は手が触れたらいけないのか、シブザブロ待って、続いてるの、シブザブロってちょっと今シブザブロ、もうやめよう、帰りたい友達になりませんか、え、あゆさん、あのさ、つむつむって知ってる、あ、知ってる、今さ、ちょうどさ、ハートがなくなったからちょっと送ってくんねえ、どうやって送るの、まず、LINE 交換しようぜ、で、LINE 交換しよう、って
てかさ、自分キモくね。そんなこと言うなよ。LINE 交換しようぜ。仲良くなろうぜ。まだお前も友達いねえんだろ。いや、いないけど。お前とはいいかな。こっちもいいよ。もうわかんない。とりあえずあれだな、急に LINE の交換は無理だな。シズザブロも普通に、でもさ、ふるふるするくない？だってまずさ、クラスが決まった時点でさ、 LINE のさ、グループ LINE があるだけって感じ。すいません、ちょっとすいません、これ学校っていう設定で隣の席なので携帯出せないでしょ。え、いいよ。休み時間は出してたよ。こっそりこっそり。いや、出したの？そう、ああいうつむつむで思い出した。そう、あの伝説があって、学校帰り、あの学校さ、ほら携帯ダメじゃん、うん、もう普通にみんな持っていくじゃん、うん、私ユーイングでつむつむしてたら、うん、パッて顔上げたらここに先生がいて、ユーイングで携帯没収されたの。つむつむで大変だったんだって。そうそう、あ、キラおった？その時いないです、まだ。そう、話だけ何回も聞いて、本当に大変。みんなと連絡が取れなくて、その時もミルクセーキで、しかもその日なんかライブがあったんですよね、平日に帰りの方に、うん、で時間潰そうって思ってリングでつむつむしてたら募集されて連絡取れなくなって、泣きながら電話して、なんかあゆのママに、あゆのママからなんか超緊急みたいな LINE とか、 LINE とか電話とかめっちゃ入ってて、何と思って、そしたらもう連絡が全く取れないので、どうしたっけ、私の携帯を渡しますだったっけ、今日は。そうです、そうです、今日のところはみたいな。すごいな、すごくない？ママすごいな。ママ偉いと思って、いやもういいよっつって、とりあえず会えればもうなんとかなるからっつって、うん、そうそうそう、でも集合時間とかにもしね、みんなと外れたりとかしたら多分あれだろうからとか言って、うん、その後しばらくお母さんがなんかさ、 LINE のグループに入ってなかったっけ。そう、やばくない？あのオールの LINE に全部ママがいるの。え、でもユーイングで募集ってすごい ね。そう、なんか先生も見回りしてるんだよ、学校帰りに。それどこの先生もやってんの？でも学校内じゃないけんさ、よくなかった。どこの先生もやってんの？わかんない。でもうちの学校は特に厳しくて、だからなんか SNS とかも禁止だったから、ミルクセーキやってたから許可取って、こういう活動してるのでみたいな感じで特別に許可取ってやってたけど、うんうん、周りの子たちからしたらなんであいつだけみたいな感じではあった、うん、あ、そしたらつむつむで募集されちゃったから、あいつバカじゃねえってなった。私の学校さ、校内電源切っとけば持ってってよかった。時間だったらよかったよ。長崎めっちゃ厳しい多分。あ、そうなんや、うん、なんか通学とかさ、電車とか汽車とかやったりするけさ、うん、それでなんかそう、なんかさ、帰りとか部活生とか夜になるじゃん、 そうそうそう、それなのに禁止ってさ、何を言ってんだ。使わんかったらよかった。確か、てか危ないよな、今の時代持ってない。話されちゃってごめんなさい。終わってもないし、忘れてた。じゃあしずさぶろう、じゃあな。間違えた、しずさぶろう自分だった。絶好だよ。結んだよね。まあ、友達にはなれなかったってことで。じゃあ普通に女子設定で後の方は行きますね。じゃあここでみくちゃん、今日は頑張ります。今日は今日は今日のオンリー、今日はとはリオちゃんの分まで。あ、うん、リオちゃんを背負って頑張ります。だから頭が派手なの。そう、なんか本当に、はい、なんだろう、うちのママが昔買ってきた人形みたい。怖くないですかそれ。結構怖い。誰本当にわかんない。さて行きますよ、はい、私隣に座ってる静香ちゃんです。って言ってる。隣に座ってます。はい、行きます。3、2、1、スタート。あのすいません、初めまして。あ、しずちゃん、うん、しずちゃん違います。お名前なんですか？あ、知ってた。林田です。あ、え、下の名前静香です。あ、かわいい。静香ちゃんって言うんですね。え、な、すごい嬉しい。なんか静香ちゃんって呼びたくて、前から。前から、はい、あの知ってたやん。ドラえもんの静香ちゃんって可愛いじゃないですか。だから静香ちゃんって呼ぶのが夢だったんですよ。めっちゃ揺れてるけど大丈夫かな。はい、うん、じゃあ静香ちゃんって呼んでいい？あ、いいよ。えみくちゃんでしょ。え、なんで知ってるんですか？書いてあんじゃん。あ、本当だ、よく読めましたね、この漢字。あ、ひらがなじゃん。はい、ひらがなです。そうなんです、はあ、そう、じゃあ、うん、え、みくちゃんって呼んでくれます？うん、え、何がいい、なんて呼んでほしい？え、み、あ、でもみくがいいな。うん、やっぱりじゃあみくって呼ぶね。あ、じゃあ静香って呼んでいい？あ、全然いいよ。あ、いい、ありがとう。うん、静香ってみたかったよ。あ、ほんまや。静香ちゃんいいよ、全然いいよ。嬉しい。ね、ちょっとさ、次の時間なんだっけ、授業。
多分数学だと思う。数学か、みんな数学苦手なんだよね。え、そうなんや、何が好きなの、うん、ね、体育かな。体育、うん、すごいね、うん、体育何が得意の。体育はバレー。バレーが踊るやつ。違う違う、球技球技。ああ、バレーボール。そうそうそう。ねえねえ、ちょっとさ、数学の時間までさ、ちょっと時間あるけんさ、うん、ちょっと一緒トイレ行かない？あ、いいよ、うん、行こっか、うん、よし。ミクの友達の LINE はあれな、トイレに一緒に行けたの。そうそうだ、そうだ。あのね、高校時代、うん、あの初めて話した人と一緒にこう、うん、トイレ行って仲良くなって、うん、トイレで女子って感じ。なんかまずはトイレに拉致だよ、ね、トイレに行く女怖かった。そうそうそう、トイレに行く女怖かった。友達同士でトイレに行く女怖くな、怖くない、怖い、怖い。なんかさ、こう話してたのにさ、いきなりさ、ちょっとトイレ行こうよみたいな、うん、私は行けないんだってなる。全員かかる、全員誘うよ、その時。全員で行くの、うん、頭おかじゃん。でもね、全員で行かない女おるんやって。え、それって何、 その自分のことを急になんか悪く言うつもりみたいな感じの雰囲気になる。あの、私の被害妄想ワールド始まっちゃう、そういうのになったら。へぇ、はいはいはい、おるおる、全然おる。あ、それはありそうやな。二人で喋りよって片方持ってかれるの時の寂しさ。 いや、ね、そればっかり。私二人で二人で喋っとって、うん、でだけアユとキラで喋っとって、うん、ミクが来てキラだけトイレ行こうって言って連れて行くみたいなことや。あ、それ辛いの。それはさ、わざとなの。わざとでしょ。だいたいわざと。その何、アユと話してる、なんかアユのことがちょっと嫌って、でこいつ一人にしてやるぜみたいな意味とか、うん、とか普通に悪口言ってた、ね、悪口言うため、めんどくさみたいな感じで言うためとか、ね、何喋り寄ったとあのこと、うん、みたいな、うん、全然ある。怖っ、そうそう、女は怖い、怖い、怖い、めんどくさ。私も女だけどめんどくせえな。そういう人いるんだね。道徳の教科書見な、うん、心のノートマヨマヨ、みんなが知らない。あ、マヨマヨ好きだよ。マヨマヨ見て、片桐はいりさんめっちゃ見てほしい、うん。で、ミクちゃんはトイレに誘うってことで。あなたトイレに誘う女じゃん。いやいや、でもそういう意味じゃないもん、うん、みんなで行くもんね。あのね、あの2人が話してたとしたら、うん、ミクと一緒にトイレ行きたい人っていう。え、そこでさ、やだ、それはさ、あげんやったらどうする。そしたらもう一人で行く。悲しいやつやん、それやだ。しかもさ、みんなにさ、今からトイレ行くのバレるやん。え、ミクさ、待って、一人ではトイレに行かない人、基本では。いや、あの、仲良くなるためにトイレに誘うの。あ、でもさ、個室入る、別々に入るやん、一緒に入るわけじゃないやん。小学校の時一緒に入ってた。で、あの、後ろ向いててって言って、分かったって言ってドアの方にこう、少し一緒に入ってた。すごい、すごい。何年生まで？え、でも低学年。そうよね、そうでしょ、ね、今聞いたミクが、そうでしょ、じゃあ今度一緒に入ろうね。入ろうね。ちょっと曲がったの、入ろうねって言った後にな。さて、いきますよ、サッチ。はい、いくよ。はい、いきます。3、2、1、スタート。あ、はじめまして。 あ、こんにちは。あの、うん、そちらの方を呼んでます。はい。名前なんて言いますか。林田です。林田ちゃん。うん、林田ちゃんっては呼ばれたことないけど、確かに林田。じゃあ、リンダちゃんって呼んでいい？あー、なんか呼ばれたことある。いいね。でもなんかあんまり好きじゃないから。好きじゃない。何が好き？下の名前の方がいいかな。下の名前なんて言うの？静香です。あ、静香って呼ぶんだ、これで。うん、静香ちゃんね。うん、オッケー。何ちゃん？私、さっちゃん。さっちゃん、さっちゃんめっちゃ笑うじゃん。そう、もう緊張してて。何を？そう、あの、こんなみんな知らないからさ、このクラスのみんな。あ、そうなの？知らない、知ってる子いないの？そう、私、あの、他の国じゃ、あの国から来たの？え、帰国しよう。違う、他の村。村？え、待って、さっちゃん、隣村から来たからさ。電車、汽車に乗って1時間かけて来てるからさ、あの、地元の友達が何もいなくて。そう、何もいなくて。なんか、さっちゃんさ、それは設定なの？それともそんな感じなの？ほんとほんと。え、ガチなの？え、違う違う。え、ガチ？え、わかんない。騙されてるの？私、この今の私はちょっと緊張しててこんな話ってるんやけど、うん、隣町から来たのはほんと。あ、そうなんや。うん、そう、村じゃなくて町なんや。そうそうそう。
そう、じゃあ遠いよね。そう遠くてさ、うん、遠いよ、うん、でなんか高校も初めてやけんさ、あと中学校、これ高校、小学校、高校か、小学校小学校か、隣町高校にしていい、うん、高校さ、お弁当とかさ食べたいやん、一緒に食べる、食べたいやん、一緒にお弁当を食べる友達が欲しいなと思ってさ、うんうんうん、一緒に食べようよ。え、お弁当、うん、ごめん、約束しとるっちゃ、一緒に行ったらダメ、あ、その子たちと一緒にってこと、うん、友達増やしたいけん、あ、いいんじゃないかな、聞いてみる、うん、聞いてみて、うん、お弁当っていいよね静香ちゃんのお弁当はさ、誰が作ってるの？ママが作ってる。ママ、うん、私もママが作ってる。お弁当箱ってさ、自分で買ったの？お弁当箱どうやったかな？多分一緒に、ママと一緒に買ったかな、いいね、うん、私もね、お弁当箱ママと一緒に選んだけんね、早く見てほしい、かわいいけんさ、見てほしいんよどんなんなん、え、もうね、お花がいっぱい塗ってるの、お花なんや、そう、でもそのお花がね、ちょっとなんか淡い色でおかずと間違えちゃう時もあるあ、ごめん、なんか友達がやっぱ無理っつってた、一緒に食べる、やだやだやだ、じゃあ近くで食べるね終了、怖い怖い、近くで食べるのが怖い、結構ストーカー系、分かんなかった、だってストーキング系、お弁当を誘おうとは思ってたんですけど、うんうん、私高校1年生の時本当に隣町から隣町、うん、からやってきた子だったんですよね、うんうんうん、だから方言も違うしみたいな感じでやってきて全然知らんかったけど、うん、まあその学校もいろんな学校から集まってる高校だったから、うん、なんかご飯とかは最初は出席番号の班で食べましょうねみたいな感じだったの、だからこの班が終わってもう誰か食べてくれないかなみたいな感じの誘ったりしてた、そう、お弁当とかはあるよな、誰と食べるとかさ、なんかグループもできちゃったりするしさ、ちょっと最初さ、ちょっと見誤ってさ、仲良くなりかけてさ、食べてたけどこいつらなんか違うと思ったら、うん、もうグループできてるみたいな、あの2年生のところに1年生の友達と一緒に食べたの、うん、最初の方は、うんうん、でも2年生のクラスで仲良くなった友達とも食べ始めて、うん、なんかその行きづらくなった隣のクラスにすごいぼっちになるっていう事件あった、うん、あれなんか大変だよな、食べる人がいないからみんなが購買に買いに行ってる間にバーッと食べて、みんなが食べ始めた頃に私はもう教室から出てた、あ、それはどう、なんかもうめんどくさくて、女子のそのあれが、確かに、なんかさ、この子と食べてもいいけどこの子はダメみたいな、あるじゃん、ある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 、だからこの子、大変だな、最初3人で食べてたらそこでちょっと喧嘩とかして、この子いるなら食べないみたいな感じになってとか、うん、あるよね、女の子って、ねち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 、そう、怖いわ怖いわ怖さ、さあキラちゃん行くよ、はい、ガチ JK ファースト JK 行くよ、ベジタル JK 行きます、3、はい、2、スタート、おはよう、あ、おはよう、おはよう、隣の席だね、うんうん、本当だ、そう、みなみきらって言うんだけど、え、名前何、林田静香です、あ、静香ちゃん、うん、オッケー、静香ちゃんって呼ぶね、うん、そう、え、結構キラちゃんすごい、なんか、うん、結構グイグイ来る感じだね、そう、あのね、高校デビューえ、マジで中学の時だったと、うん、中学ね、全然友達いない、隅っこで本読んでた、へえ、うん、え、なんでじゃあ変わったん、え、だってさ、友達欲しいじゃん、だってさ、うん、中学の卒業式ってさ、みんなさ、うん、なんか、え、なんか高校になっても遊ぼうみたいなとかさ、うん、遊ばねえくさに言うじゃん、うん、それもなかったし、うん、と思って悲しくなっちゃうから、あ、分かるかも、高校は、うん、なんか卒業しても遊ぼうねって言いたくて、遊ばなくても、うん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 、高校デビューしちゃった、あ、そう、え、いいじゃん、全然、そう、いいよね、うん、別に高校デビューでもね、え、全然いいと思う、そうで、なんか友達じゃない隣の席だったから、うん、そう、まず仲良くなりたいなと思って、仲良く、私も友達、うん、今こっち高校入ってからあんまりいないし、うん、本当めっちゃ嬉しい、そうなろうよ、でさ、そうなのよ、そう、友達いないのも、しかも中学も全然違うとこから、でも中学の知り合いいても、まあ友達いないんだけど、うん、いないんだけど、高校デビューだからね、そうだね、いないんだけど、うんうん、まあだから違うとこ来たんだけどね、あ、そっかそっか、うん、いろいろあるよね、そう、いろいろあるよね、うん、そう、だからそう、一緒にさ、なんか遊ぼう、遊ぼうじゃないよ、遊ばない、とりあえず全然そう仲良くなろうとりあえず、そうだね、そう、今日教科書忘れたんよ、もう忘れたんよね、結構なんかその当日朝に時間割り 見るタイプで、あ、結構そっち系、そう、そっち系で結構忘れ物多いんよね、あ、そう、見せてくれん、
全然いいよ、うん、そう、うん、あ それ目的とか思わんでほしいんやけど、いや週ちょっと横切ったけど、うん、でもあの普通に仲良くはなりたい。あ、マジで、うん、友達いないから。うん、なんか友達いないってめっちゃ言われるとすごい嫌なやつなのかなと思っちゃうから、うん、嫌なやつじゃない、違う、普通に陰キャなだけ。あ、すごい頑張ってる今え、結構好感持てるよ。あ、本当、うん、いい、好き好き、チュチュ、うん、いや、チュ終了これあれだね、なんかゴールがわからない、うん、今までは、そう、LINE 交換したら、うん、したいみたいなとかだったけど、うん、喋りかけるだから、そうだけ、うん、なんか、ね、でも、なんか、あれやもんね、乗ってからやもんね。でもなんか、これちゃうキラのさ、それは結構いいかもしれん、逆に、なんか。いや、ほんと私、今中学とまで友達おらんかったけんさ、って。作ろうと思ってるんだよね、みたいな。でもどうなの、友達になろうっていきなり言われて。嬉しい。なんかさ、小学生のさ、頃ね、公園とかで遊んでたけなげの心を取り戻したいって思う。わかる。なんかさ、友達になろうって言って、いいねーって言って、名前何なんとか、なんとか、浅田みたいなさ、うん、あれやん、この前クワガタキッズちゃんたちに初めて会った時にさ、こんにちは、よろしくお願いします、名前なんて言われたあの感じ、うん、ね、あの感じだよ、ね、なんかあの時は何も考えずに言えてたのにさ、大人になったらさ、うん、いいのかな、あのさ、喋りかけることすら分かんないのにさ、うん、何なんだろうね、もう今もう廃れてるもんね、なんか、うん、インスタ教えてよみたいなさ、インスタつながろうみたいな、インスタつながろうみたいなはい、さてインスタつながりません、はい、さてはそろそろお時間となりました。来週はメッセージ紹介の週です。ということで4月は出会いの春ということで、今回のテーマはあなたがミルツ駅に出会ったきっかけを教えてください。待ってます。それではここで一曲聴いてください。ミルクス駅でわらファンタジスタ。深夜1時中央ノートの端っこに書いたバラバラ漫画私愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。今週もライブはお休みです。ピエー、あーもうこんな時間、今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。よし、それではよし来週私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、よし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